昨日は何時に寝たんだろう、あれ結局1時とか2時とか ということで、まあお話しすることはちょっといっぱいあるので、まあちょっとずつお話ししていければいいかなと思うんですけど、まずはじめにですね、今日はなんと私 AKB48 チームメイト橋本アルナ、実は富山県出身なんですけど、実はま普通に富山県出身なんですけど、富山県の地元の番組に生出演させていただいてきました。イエーイ、久しぶりにこうして地元の番組に生出演させていただけて、とってもなんだろう、ドキ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 って感じでいっぱいでしたねはい、なんですけど、まあ、まあ物ボケをさせていただいたんですけど、後で引用リツイートするんですけど、アフタートークとしていっちゃん KNB さんの公式のツイッターの方にも動画が1分ちょい2分くらいの動画が載っているので、皆さんぜひ、私が引用リツイートしてからでも何でもいいんですけど、まあいいねとか、もちろんリプとか、あ、ハルピョンが出るだけでこんなに反響があるんだなっていうのをたくさんそういう SNS で発信して いけるといいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、人生で2回目のモノボケをさせていただいて、まあ、ビンゴでね1回させていただいたので、そうなんですよ、はい、まあ面白かった面白くなかった置いといてまあまあまあって感じでございます。レッドブルさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、ママピョンの感想はだって、メイクケバくないって言われました。あーってケバくねえよってプンプンって、はい、そう、やばい、シワができそう。全く何も
なんかキャバくないって言われたんですけど、でも何にも変えてるつもりはいつも意思もなくて、そうなんですけど、なんかキャバいって言われました。レッドブルさんハートありがとう、キュンですありがとう、パンダさんハートありがとう。明日は劇場公演があるので、あ、明日も結局さ、まあ配信の配信しなきゃいけない。ちょっと一旦遠山東京待っていきます。あ、ミラボール、待って、誰だろう、あれ今回ってなかったか、回ってた。最終ラストスパート中の竹兄さん、ミラボールありがとうございます。最後、そうですね、あとラスト3時間くらい、バトフェス頑張りましょう。待ってね、一旦ミラーボール歌、どこまで歌ったっけ、せせらぎ、ここ歌った、あなたに会いたいよ、言えない言葉は、ここ歌ったな、思うやがて消えてたから、あ、ここからだ、思い出し、ん、思うやがて消えたになる、思い出したように変わらない月を見てる、ありがとうございます、ミラーボールありがとう。あ、暇や、ん、暇やねさん、くまありがとうございます。トラック野郎さん、ミラーボール4つ、パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。大事なものは触れることなく、ただそっと見ていればいい、愛しさは愛しさのままで、心の奥の片隅照らすように、あなたに会えるなら全てを失い、二度と月など見えなくていい、流れる時間、あれ時か、流れる時に好みなきゃだ、そうとも
思い出せるくらいいつまでも愛している。ありがとうございます。ミラボール、あともうプラス1人サプライズレバーさんが4つ投げてくださいました。ありがとう。じゃあパンダさんの今の1個、残り1個分とサプライズレバーさんの4つ分歌います。待って、メタルごめん、一旦待って、このミラーボールがいっぱい来てるからちょっと待って、私も行きたいんだけどね、バドフェス。待ってね、何歌おうかな。うーん、じゃあ今日で横酔いがね本当に最後っていうことなので、まあ横酔いと言ったらやっぱりこの曲なんじゃないでしょうか。まあ歌ったことはあるんですけど、歌ったことあるよって言わないでください、知ってるので。いきます。塊になってくっついて行こう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ願うことは同じだ、触れ合って感じればいい、僕たちの蜂の巣です。ちゃ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 、難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当にやるきゃない、ふざけて笑ってなんでもありなんだ、ハッピータイム。どうせここにいるのは気の合う連中ばかりだ、バカでお人よしで落ちこぼれたち。ありがとうございます、ミラーボール、ありがとうございます。ありがとうございます。ようやくバトフェスに、すいません、長くなりましたが、ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うわ、たまたま行ったところにメタルだった、そしたらメタルって来た、すごくない？なんか人が多いから行こうと思って行ったらメタルだ、いた、やば。さあ今日はですね、まあまあ夕方のね、いっちゃん KNB さんの生放送に出演させていただいたんですけど、久しぶりに伊藤ちゃんと会いました。はい、すごい、もう2年ぶりだったんですけど、2年ぶりでした。全然変わらず元気そうで、はい、まあまたね一緒にいろいろ出れるように私自身も頑張りたいなって思うし、思いますね。はい、それこそでもね、スタッフさんに聞きましたよ、私が出るってなってから皆さんが本当にたくさんお問い合わせしてくださったんだなっていうのが、なんかたくさん問い合わせ来ましたっていうのを言ってくださって、あ、ピョンズちゃんと仕事してんじゃんって思いました。ありがとうございます。ぜひね、本当にどこかでね見れないかなとはね私も思うんですけど、うん、本当にそうですよね。嬉しい限りでございますが、まあ今日の中継に関しては、
と、まあ、見てない人が多分ほとんどだと思うので何とも言えないんですけど、あ、なんか昨日あの私に電話くれた友達がいたじゃないですか。その子が、あの、絶対見るよって、もう録画したよっていうのをあの言ってくれたんですけど、あの、なんか、まあ、そうね、普段さ録画しないじゃん。そうだから、なんか間違えて録画した、なんか録画ミスだと思ってママが消しちゃったらしくてウケるどういうことって思ったんですけどそうだからね、その子は見れてないのへへ、悲しい現実すぎますよね。うん、そう、サットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。とっても悲しい現実だったみたい、どんまい、はい、富山流通センターっていうところに行ってきて、うん、本当に安くていっぱいいろいろありました。うん、なんか分かんないんだけど、すごい店長さんがおすすめしてたのが、なんかこの囲碁セット、なんか2000円する、あ、2000円だったんですけど、囲碁セット、もう本当に偽物の碁石とかじゃなくて本物の碁石なのに2000円なんですよみたいな言ってらして、いや、そんな値段で売っていいんですかって思いましたね。そう、本当に、やっぱって思いました。うん、囲碁はしないんですけど、そう、明日だから、明日からフライパン100個半額にしてきたのでへへはい、ぜひ、340円にしてきた。ゲットしに行ってね。パンダさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。うん、あとは、うん、そんな感じ。でもまあまあそんな感じですリバーストップさん、ミラーボールありがとうございます。
フライパンのサイズは26センチ。そう。ちゃんとしたフライパンを安くしてもらってきました。でもね、うちのね26センチのフライパンも壊れてて今、そうまあ、あのパパがそのあれを見ながら言ってました。え、欲しいんだけど買ってきてないのって明日からなんだよ、ごめんって。そう、ごめんって。誰だ今ミラーボール、ネバーストップさん、ミラーボールありがとうございます。3つ歌います。腕組んで大声で友情を確かめよう、いいこともイエイイエイ、悪いこともウォーウォー、いつだって一緒に分かち合おう、幸せもイエイイエイ、不幸せもウォウォウ、どうにかこうにか乗り越えて。あ、もう一個待って、これで三つ目か。どうにかこうにか乗り越えて。ミラボールありがとうございます。北津光平さん、ハートありがとうございます。ありがとう。そうです、ちゃんとフライパン安くしてきたね。そんな感じかな。あとはヘビーローテーション歌って踊ってきました。伊藤ちゃんさんと店長さんにはあのファンの方になってもらってはい、そうです、やってきました。本当にまたね、なんかのコーナーとかにも出たいなって改めて思ったし、私今回スタジオにおられた柴田さんと網谷さんっていうアナウンサーさん2人おられたんですけど、柴田さんはお会いしたことはあるんですけど、三谷さんはお会いしたことがなくて。そうなんですよ、なのでいつかまた会いたいなと思いました。そうです、半袖だったんですよね、衣装めっちゃ寒かったです。なんか2つ衣装が送られてきて、2つっていうかその写真が送られてきて、どっちがいいですかってそうスタッフさんに言われて、だから私的にはそのどっちも長袖だったんですよ、見た衣装の写真が。だから私はなんか私的になんていうんだろう、どっちかっていうとこっちの方がその自分の顔の色とか何ブルベだからみたいな話もあって、どっちかって言ったらこっちかなっていう方を選んだんですね今回。そしたら私のサイズが当てられた衣装がまさかの半袖でめっちゃ寒かったっていう。そうそうなんですよね、しゃあない。あとなんかめっちゃ太って見えた、なんか腕が太ったのかな、どうなんだろう、わかんないけど。
っちゃ寒かった。もちろん移動の時とかはあの上着着たりはしてたんですけど、本番の瞬間はあれだったので、さすがにだったんですけど、まあ自分で選んだ衣装なんで。でしかも、あでもこの話は後でします。後でっていうかメールでやります。なんか何が衣装何がいいって聞かれて、なんか去年エイトの衣装で、あの2年前そのピンクの桜チェックで出たので、なんか桜チェックはまた同じ衣装かってなっちゃうじゃないですか。同じ番組に同じ衣装出てるのもあれじゃないですか。だからちょっとまた同じ衣装かってなるので、ちょっと違うのが嬉しいですって言ったら、そうこっちとこっちどっちがいいって言われて、まあ、どっちも長袖だし私的にはこっちかなと思って選んだら半袖だった。そうあれメールさっき送ったっけ。送った、同じようなことをもう一回送ろうとしてた今私、さっき送ったやつをやば、ウケる。明日は劇場公演があります。よし、メールを書きました。衣装、衣装。さあそしてもう一つ、まあみんなはもう話せよ先に早くって思ってる話が話なんですだと思うんですけど、まあね、もう公式さんのお知らせを見ていただいた方も多いと思うんですけれども、私橋本春奈ですね、 AKB48 チーム A のあの横山由依さんの卒業公演に出演させていただくことに決まりました。はい、まあなんか何でしょう、ちょっとなんかすごい
なんでしょう、なんかでもすごくちょっとまあ1ヶ月くらい前くらいかな、うん、ゆいさんが卒業3か2ヶ月くらい前か、そうに、あのゆいさんが卒業発表された後に初めて会った時に、あのゆいさんが、あ違うな、あでもそうだな、まあでもとりあえずまあ置いといて、そうですね、何の話をしようとしたんでしたっけ、あその時にそのゆいさんが、ゆいさんとおしゃべりさせてもらって、そう、え卒業めっちゃ嫌ですみたいなそうそうなんですっていう話をちょっとさせてもらって、でその時にはもうコンサートに出れないっていうのが分かっていたので、コンサート出れないのもあれめっちゃ、まあ、ピエン的なことだけど、あの絶対行きますって言ってたんですよ私、そうひとしさんにお願いしますって言ってて、でえありがとうみたいな、なんかでもその公演はあの出れるようになんかするねみたいなことをもうその時に言ってくださってて、でもさやっぱちゃんとさ発表されないとさわかんないじゃないですかなんていうの、そのやっぱりなんていうか公式で発表されないとやっぱ本当に出れるのかっていうのはわかんないから、なんか私自身もそあの卒業コンサートの時にちょっとなんか出たいですみたいな感じでお話しさせていただいて、そうなんか疑ってたとかそういうわけじゃ全くないんだけど、やっぱりなんだろう、一番最後じゃないですかステージに立つで、なんか劇場も何人立てるかとかも全然分かってなかったから、その時になんか立てるといいな、立ちたいなっていう気持ちはすごいあって、でもまあまあもうそれを聞いた瞬間にママとパパにすぐ LINE したんですけどそう、ゆいさん卒業コンサート出れないけど卒業公演出れるかもみたいな、最後に会えるかもって、そうで、ちょっと前にその卒業公演のグループ LINE みたいなのが作られて、はぁ、あ、出れるってなって、そうでそれで、あよか確信っていう感じ、そうそうだったんですよ、だから本当に嬉しいです、もうなんかなんだろうな、やっぱり自分が大好きな人の卒業公演に最後のそのステージに立つ、なんていうステージに立ってパフォーマンスをするっていう、歌って踊る AKB として歌って踊るっていう、ゆいさんのその一番最後にそうやって携われたというかっていうことがすごく嬉しいし、それこそゆいさんに選んでいただけたっていうことがめちゃめちゃのめちゃめちゃのめちゃめちゃに嬉しいので、私自身もやなんですけど、ゆいさんが卒業されるのは、すごい嫌なんですけど、ちゃんと、見送ろうと思います。はい。本当に大好きなので、決まってからは連絡しました、はい、もちろんさすがに
そうなんですよ。なんかね、嬉しいね。うん。もう本当に卒業してほしくないですけど、なんかいいじゃん撤回してもって思うんですけど、でもやっぱり推しがっていうのもあれですけど、本当に大好きで尊敬している方がもっとなんだろう、自分の夢を叶えるためにもっと大きなね、なんて言うんだろう、いろんなお仕事をするための卒業って考えて我慢しますはい、しゃあないって我慢します。だからこそ最後一緒に立てるステージは絶対に素敵なものにするし、したいじゃない、するし、うん、このあとゆいさんが他にまあなんかいろいろと女優業とかなんか歌を歌ったりとか演技のお仕事をしたりとかっていうのもお話しされてたので、それに向かって進んでいくゆいさんをなんか応援っていう言葉が合っているのかわからないけど、後輩として、そうでもっていう気持ちではい、い続けたいなと思います。うん、でも本当に皆さんもうなんか755とかいろいろで喜んでくださってるのをコメントとかで見て、なんかあ、こんな喜んでくれるのが嬉しいなって改めて本当に思いましたね。そのなんて言うんでしょう、私が嬉しいことに対してみんながこんなにも喜んでくれているっていうのがよりまた嬉しくなった。そう、でも私はそのそれこそこの間のコンサートでその出れない側の気持ちというかをしっかりと味わったっていうとあれですけど、なんか感じたので、その出れないメンバーの分まで絶対にちゃんとゆいさんをにお疲れ様でしたって、そのこれからも頑張ってくださいっていうのをちゃんとそういう気持ちを持ってちゃんとパフォーマンスをしなきゃなって思うので、日高浩二さんハートありがとうございます。そうだから頑張ります。まあ、私は明日のリセット公演のために一旦その気持ちを置いといて、あのリセットに一旦集中しなきゃあかんなと思うんですけどはい、まずは明日頑張りたいと思います。もう今日ので精一杯すぎて今からあの思い返すリセット公演うん、やばいやね、やばいけどまあまあまあ、でも今日の中途半端にやるよりは一個一個片付けていかないとねいけないっすから。はい、今日が終わったので一旦
頑張ります。そうなんだよね、この間一回やれててよかった、まだよかった。うわ待って、新幹線爆睡案件だったのに爆睡できないわ、何も覚えてないから、やべ。頑張ります。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なので9日、まあちょっとリハの状況とかが全くわからないので、またショールームとかもおいおい相談しつつって感じにはなるんですけど、はい、あルーマーは覚えてるから大丈夫。うん、頑張ります。何がやばい、いやなんかこれがやばいっていうものがあるわけではないんですけど、あのもう本当にあのリセット公演をやった1回きりで私はあの一旦もう頭をリセットしたので思い返さなきゃなって思います。そんな感じかな、今日喋りたいのは。な、今別のとこにいてる、ごめん、ありがとう。そうですね、まあ9日はまあゆいさんのファンの方にたくさん入っていただきましょう。はいそうです、もちろんファン皆さんとも会いたい気持ちはあるんですけど、やっぱ最後のあれなので、ピョンズ増やして帰ってきますわはい、もちろんなんか年一の休みがその日しかないんですよみたいな方は全然来てください。はい、ただやっぱゆいさんの卒業公演ということで、私はあくまでなので、ちょっとメールだけ送りますね。いつ何書こうかな。何書こうかな。名古屋の郵便屋さんさん、ハートありがとうございます。充電なさそう。
さっきメールで書こうって言ってたことはやっぱりインスタで書くことにしました。インスタのストーリーかな。うん、はい、なんかピンク薄くてもいいかも。もうちょっとなんかこんだけまつげ上がってアイラインもしっかりあったら、うん、明日はステージなのでステージメイクはキラ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 ピッカーンの方がいいのでキラキラピッカーンにするんですけど、へへ。そう、メイクとメールが混ざってメールって言うとしちゃう、え、よく分かんなくなってきちゃった。何がいいかな。あ、思い出した。ゆいさん卒業なんだ。やばい、なんか実感しちゃった。君がいなくなる12月だよ、マジで。明日の声の髪型は決めてるんですけど、ちょっと待って、思いつつ12月9日の配信は、そう、確かに何時、いつだ、ちょっと分かんない、ちょっとそこら辺もまたね考えます。6789101121、まあそんなこんなで橋本も今日はこの後お風呂にしっかり湯船に入って、爆睡します。
準備もしつつ、はい、なんかもう今日今まだ10時ちょっと過ぎじゃないですか。もうなんか12時ぐらいの感覚ですもん。眠すぎる。切手のイベントはどういうスタンス？のんびりまったり入ったらいいねみたいな感じのスタンスです。もちろん自分の十傑と、あとまあゆいさんと、まあその他の推しメンの百傑には入るように頑張るんですけど、なので皆さんもやわやわプレイをしてください。よろしくお願いいたします。切手以外にも特典あった？そうなの？待って、何？あんまちゃんと分かってないんだよね。ね、チャケちゃんはガチっぽい。まあでも私は本当に今年めっちゃ頑張ってもらったし、8月とか特に頑張ってもらったし、ライブのイベントも、ライブの決定戦イベントも頑張ってもらったし、はい、全然休もう。あれもう分かんなくなってきてるわ。待って、私この間間違えた発言したかも。まあいっか。まあその時はその時に訂正します。また忘れ、ちょっと待って、ローモ版も回してないし、これやば、今日全く携帯、メイク自前、そうですよ、メイクも今日は髪も自前っていうか自分でやりました。ツインテールで出演したんですけど、どうでしたでしょうか。写真可愛かった、ありがとう。やったぜ。中継の裏話、何、逆に何してほしいですか。なんかこれはどうだったのとか聞いてほしい、逆にかも。なんか本当にもう私もう本当にそんくらいなんですよね、正直。私がパッと思いつくあれが何あるかな。
なぜ、なぜモノボケだったのか私に言われても、リハとかでモノボケはやってないです全く。なので本当にもうお互いのものを知らない状態で本番に臨みました。そしたらなんか地球儀がよく分かんなくなったんですけど、まあまあそれはいいでしょうはい、あ、モノボケをするっていうのは聞いてました。ただあのなんて言うんだろう、どんなモノボケなんていうのをしますみたいなのは言われてないっていうか、あのお互い伊藤ちゃんも伊藤さんだ、なんて言うべきなんだろう、分かんないけど、もう私もお互いがどんなモノボケをするっていうのは分かんない状態でございましたね。はい、そんな感じ。今メタル別のところにいる。でもまあぜひそれこそあの全部は載ってないんですけど、これどうなるの？待って、よくわかんない。これ敵を誘い込む、どうしたらいいのこれ。勝てる？勝てるかな？え、よくわかんない。まあいいや。また出てほしいから予防してきた。ありがとう。あんま分かんない、なんか何したらいいのか。メタル、メタル行こう。メタル、メタルが第一優先。ある程度は壁だけで勝てる。あ、じゃあ壁だけ、はい。それ以外なんか聞きたいことがあれば。なんかある？流通センターで買い物は全くしてないです。何も買ってない。ママに、ママパパにフライパン買ってこいって言われたくらい本当に何も買ってない。モノボケもっとしてほしかった。いや無理です。しすぎたらね、あのストックがなくなる。ストックなんて一個もないんですけどなくなっちゃうので、はい、たまにくらいで。そんな散財しないです、モノボケの。モノボケの安売りはしません。はい。
とは毎日やってレパートリーを増やすどういうこと？減ってくよ。伊藤ちゃんほぼ毎週だからすごいなって思った。毎週だって別のモノボケを思いつかなきゃいけないわけじゃないですか。やばくないですか。ビンゴの時のモノボケとは違ったか。そうですね、ビンゴの時のモノボケめっちゃ時間あったでもまあ今回に関しては本当にまあもう伊藤ちゃんも一緒にやってくれてたので、まあ面白いは任せてまあまあまあみたいな感じで頑張ろうと思ってやってましたね。私は正直そうです。パンダさんハートありがとうございます。まあ、伊藤ちゃん伊藤ちゃんってさっきから誰なんだよって多分思ってる方もねいると思うんですよ。私もあの一緒にお会いさせていただいたの2回目ましてなのであれなんですけど、そうだから皆さんぜひ私がねこの後引用リツイート、まあ、今するべき今します。じゃあちょっと待ってね、メタルでも教えてね。うん、その時行くから引用リツイートするんですけど今から。まあだとね本当にもう毎週ほぼ火曜日に出演しておられるので、いっちゃん系の B さんに、ここでやりましたよって写真も撮ったので、すごい髪の毛ボサボサなんですけど載せときますね。はい、引用リツイートしました。パンダさんハートありがとうございます。まあ、そんな感じでぜひ見てください。見て何を見るのかもあんまり分かんないんですけど、まあ、あの今引用リツイートしましたので、このいっちゃん KNB さんの動画を見ていいねとかコメントとかしてください。よろしくです。みんなで拡散しましょう。ということでそれではランキングを読みます。私はお風呂に入ります。
流通センターも聖地になるんですか。まあいいか。ぜひ。それでは行きます。1位サプライズレバーとチームうちらさん、ありがとうございます。あ、読んじゃった、間違えた、ごめんごめん。2位トラック野郎あとゴリさん、ありがとうございます。3位 A ダッシュあとピョンドさん、ありがとうございます。4位ネバーストップあと明日のキャンセル待ち天に祈る思いさん、ありがとうございます。5位パンダさん、ありがとうございます。6位タケニーあとハルピョンがバトフェスの選抜に入っていますように。この後あと1時間半頑張ります、頑張りましょう一緒に、ありがとう。7位ヒマヤネアット韓国ファンオッパカムサムニダ、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位トモユキさん、ありがとうございます。10位レッドブル KTM 電装イリジウムパワーアット一喜一憂さん、ありがとうございます。11位山内さん、ありがとうございます。12位カートピョンズさん、ありがとうございます。13位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はやっちんさんです、ありがとうございます。皆さん本日は来てくださってありがとうございました。このあと24時まで皆さん一緒にあのメタルって来てるけど更新してもいないんだが皆さん一緒にバトフェスギリギリまで頑張りましょう。そしていっちゃん KNB さん、ありがとうございました。そしてゆいさんの卒業公演出演できるのめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。私自身そうですね、本当になんだろう、こうしてあの推しの卒業公演に出演するっていう、もうなんか推し、推しでもありますけど、なんだろう、もう尊敬に値する、本当に人としてもメンバーとしても人としてもとっても尊敬をしている方の卒業公演に一緒に出演させていただけるので頑張りたいなと、頑張りたいというか、まあ私にできることをやりたいなと思います。明日の配信はそうです午前中です。だからメタルって言ってるけどさ、いないんだよね。うん、なんでだろう、いないんだけど、5人埋まってた、誰か抜けろさあ午前中に配信をしていこうと思いますので、朝一になるかもしれない、ちょっとわかんない、あんまりちょっとまだちゃんとその連絡時間的ななんかわかんないから、まだ一旦ちょっと、まあでもなんかこんな夜じゃないよっていうことだけは、あとこんな長くはできないかなっていうのだけは伝えておきます。はい、ということで、あと喋ることは、なんかある？今日で横酔いが卒業、完全にもう AKB からは本当に卒業ということで、まあ初期から一緒に頑張ってきたメンバーだし、あの昨日の卒業公演も私 DMM さんで見させてもらったんですけど、なんだろう、本当にいろんな曲をやってて、なんかいろんな曲に対しての感情とか表現とかの仕方だったりとかが本当になんか横山由依だなって、あ、青森の方の横山由依だなっていうのをすごく感じた公演で、なんかすごい、なんだろう、やっぱダンスも歌も上手で表現力もすごいあって、舞台もすごい、お芝居もすごく上手で、なんか本当にこのメンバーを卒業させるのかっていう気持ちではいるんですけどそう、
でも、まあ、横井が新しくもっとその女優さんとして輝くためにこのグループからは卒業するっていうのを決めたことだと思うので、うん、もっとなんかいろんな、なんだろう、いろんなダンス、横井が作ったダンスを踊りたいっていうのすごい苦手なんですけど、でもなんかそれがあるのもエイトのなんか普通の振り付けだけじゃなくてメンバーが作ったダンスを踊るっていうのもエイトのなんか面白い醍醐味みたいな感じなのかなとかも思ったりもしてたので、それがねまた一人こうして振りを作る子がまた一人こうしていなくなるっていうのがすごく寂しかったりもするんだけど、でもまたただ引退をするわけではないので、うん、横井らしくなんか頑張ってほしいなって、本当に歌もうまいしダンスもうまいし、ダンスなんてバカバカにうまいし表現力もあってお芝居も上手で、本当にもうすごいの一言なので頑張ってほしいなって思いますね、はい、そんな感じですかねそんな感じですかね、うん、はい、私も一回は横結衣のダンスみたいなダンスをしてみたいなと思ったそんな一日でしたということで、本当に今日はありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプであなたにきっときっと笑顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルぴょんこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい、またね、バイバイ、あ、まあいいや、バイバイ。